ナミさんん事件でですす送っっってていただいたたただ動画の音声が入ってなかったんですねまあでも音声がなくても画面を見れば十分わかりますので、まあ、問題がないといえばないんですけどもねもしくはまあ最初から音声を入れてなかったのかもしれません、まあ、いずれにしましても動画を送っていただきましてありがとうございます今回はダイダロスのバージョンアップ4.5.0になったということでね ますますねダイダロスが使いやすくなったのかそれとも緻密になったのかセキュリティが向上したのか、うん、いやーなかなかねこの進捗が細かく来るのがダイダロスのいいところかなと思いますしカルダノプロジェクトって進んでるなと思わせますねそれでね最近ねアメリカでカルダノのいわゆる自動販売機ができたそうなんですよ配置されするそうなんですけどだからアメリカってのはねビットコインのデリバティブを承認したりとかね ETF が組み込まれたりとかするででしょで、えー、結局リップルもなんか訴訟が起きてましたけども多分これもね結局訴訟が解除になって値段を戻すんだろうなというふうな気はするんですよ現在リップルが100円前後ですからまあ私は買いませんけどもリップル全く持ってない方は200円をまあめドにね買ってもいいんじゃないかなと思いますただまあ100円が200円になるって言ってもまあ倍ですからね倍だったらリスク 取りに行くことともなないいかなと思いましたねそれだったらやっぱりカルダノを買ってカルダノはこれから2,000円から1万7,000円の間を目指していくということなんですよねまあ話半分で1,000円になるとしても今の4倍から5倍ですからねそう考えたら値下がりの可能性が低くってその影響を受けにくくって多分ねビットコインをもうしのぐような暗号通貨になるこのカルダノを今からでも少しでもね買っといた方がいいのかなと思っちゃいますけどね。 やっぱりね、私ね体のやっぱりね相当ひいきですからねこの私の言葉に影響を受けて買わないようにしてくださいねあくまで投資は自己責任自己判断でいきましょういや投資にかかわらず人生そのものもが自自己己判断、自己責任ですよ。どんなことを言われようがどんな決まりがあろうが最終的にそれを総合的に判断して右に行くのか左に行くのか決めたのは自分自身ですからね 同じルール同じことを聞いていても同じ情報を取っても別の判断をする人がいる以上は最終的には自分の判断それが人生だと思います恋愛にしても自己責任ね相手に裏切られたなんで裏切られたのと裏切られるのは存在だったから裏切られたそういうふうに考えていくしかないのかなと思いますよねまあ詐欺とかね貸したお金が返ってこないっていうのも結局は自分が安く見られちゃったからそうなんじゃないかなっていうふうに私は自分に思うことにしてるんですよ もちろんね、私がした約束とかは決して破ることがないようにしっかりと責任を持っていきたいと思いますけどねただ自分の責任にないというところまでは、うん、それはちょっと負えないかなっていうところはねありますけどもまあ混同しちゃう方がいるのも確かなんですよ情報発信のこうやったね仕事をしていると私の情報によって影響を受けてそういう行動をとった人が、まあ、久保さんがああいうこと言うからっていうふうにやっぱ来ることもあるんですよ じゃあその方にちょっとね言いたいんですけども私があちたら宇宙人が来ますよって言ったら信じるんですかってことなんですよだからさすがにね信頼していただいてることはありがたいですけども信頼しているはずの人が言ったことでもそれは違うんじゃないかなってことはあると思うんですよつまりは結局は信頼している知らないにかかわらず自分で情報を選別してるっていことなんでしょうねきっとね結果的にうまくいかなくなったものをあいつのせいだこいつのせいだっていう方がなくならないのはわかりますけどね うん、ただやっぱり全部自分の判断だったんだろうなっていうふうに考えることによってきっとリスクヘッジの能力も上がっていくし本当に自分の可能なね行動の限界点っていうのが見えるようになってくるのかなと思いますよね。体のに参加してよかったなと思いますけども、うん、でもそういう時は紹介してくれた人のおかげだなというふうには思うようにしてますけどもね。じゃあ今回は以上です。ナミさん次回の事件もお楽しみに